台です。上へ参ります。車に対してのこの友達以上ですね、もう彼女じゃないですけど、もう車がないと生きていけない、そんな感じです。それぐらい車が好きです。私の名前は矢島で、ロールスロイスファントムでスープラのエンジン 2JZGT を積んでます。これはだいたい8年ぐらい前に買ったのかな。でもう新車からずっと乗ってます。いろんな車乗ってるんで、壊れたらそれを直すんじゃなくてチューニングして直すイメージ。ただ直すだけじゃなくてチューニングしてパワーアップさせて直す方が、直すことをやってます。エンジンが、ノーマルのエンジンが壊れちゃってブロッキングしちゃって、で、まあ日本のエンジン、まあ、スープラのエンジンの方が強いから、まあ、あとアフターパーツも多いから壊れた時もすぐ直せるし、自分にとってメリットもあるし、まあ、もう一つパワーがある、やっぱりそこが一番ですかね。エンジンパワーはあんまり言いたくないんだけど、700ぐらいは、最低700は出てるイメージですね。Oh my god！毎日このロールスロイス乗ってお仕事で使ったりレジャーで使ったりしますね。やっぱり子供の頃からね、ファダーの影響があるんですけど、やっぱりいろんな車乗って、まあ、いろいろな乗り方なりなんなりして、本当にちっちゃい頃から車がすごい好きで、ね、カーチェイスの映画も好きですし、やっぱりこの車に乗ってからやっぱりハイパワーでちょっと速い方が面白いかななんて思ったりもするんですけど、まあそういうサプライズ的な部分もありますね。このロールスは車好きが見たらこう喜んでくれたりびっくりするっていうのコンセプトだったりします。他にもあります。例えばR35 の GTR とかと、まあ、ちっちゃい車とかあとフォルクスワーゲン の R36 とか乗ってます。速い車が好きです。一番好きなポイントはやっぱりこのゴージャス、フロントマスクもかっこいいし、でドアが観音開きって言って逆でしょ。イギリスのダイアナじゃないけどロイヤルブラッドが入ってるような気分にはさせてくれますよね。サーキット走りたいです。サーキットとあとドラッグレースには出したいですね。次はそうですね、やっぱりちょっとボンネット穴開けてもうちょっとレースに見せたいですね。ロールスロイスファントム GT みたいなそうだね、もう一つファントムを買ってドリフトカーを作りたいでケンブロック、有名なドリフトとかしてる人に乗ってもらって、ちょっとドリフトの PV を作ってもらいたいですね。
金があったらって一番難しいよね。そうだな、やっぱりみんな例えば車がね好きな人にとってなんか楽しい会社作りたいですね。なんかチューニング、まあ車の会社かな、だから、チューニングの方で、あと大きくやりたいですよね。まあ、車がなサーキットない国とかあるじゃないですか。そういうところでなんかサーキット作ってあげて、まあ、車好きのその、まあ、レースとかそういう企画とか作ってあげたいなっていうのは思いますね、お金があれば。ロールスロイスファントムに乗ってるからっていうだけでなんか鼻が高いこうなってるんじゃなくて、もう普通に車が好きで乗ってる。だから、まあ、いろんな車も乗るし、ちっちゃい軽自動車、ね、なんかにも乗りますし、と車が好きだから乗ってる。だからみんなもまあ車をね好きで、この車じゃなくてもいろんな車にこう楽しんで自分流にチューニングもして楽しんだらいいんじゃないかなと思いますね。どこに行きたいですか？そうだね、ニューヨークかな、やっぱり。あー、確かになんかアメリカンドリームがね、ある気がする。すごいね、行きたいな。確かに、ね、ニューヨーク州。ハワイはみんな行くでしょう。うん、なんか結婚した後、あとはそうなんか嫌だなと思って。Yes? What's the next video? What do you mean the next video? Oh, you're talking about because on the teaser there wasn't a next video, right? Yeah. Ah, so don't worry everyone, there is another video coming. The weather has been acting up a little bit and a lot of people have been fixing their cars. But we do have some cars coming, don't worry, I haven't forgot. Also, I've been receiving a lot of comments about stickers. I do have stickers coming.And I'm planning a special project or project with that as well. So you'll know when the next video is coming up. I'll release a teaser once that video is ready. And I will also talk about the stickers in that same video. So stay tuned and we will have something. I promise. Okay. Oh, shit.